サウンドジュリアです。先のビデオでは2018年録音の、ジャズをかけてみましたけど、今回は1957年録音のジョン・コルトレーンの、ブルートレイン、こちらをかけてみたいと思います。この音楽の年代と、ハーツフィールドの年代と、マッチしますので、こちらの方がいい感じで聞けるんじゃないかなと思います。では、ちょっと聞いてみましょう。Thank you.
Thank you.
60年以上前の録音ですけれども、ラッパもシンバルもウッドベースも素晴らしい録音でびっくりです。もう今の技術者は何をやっとるんだっていうぐらいいいんじゃないかなと思います。JBL アンチの方が時々言われるんですけれど、バイオリンがうまくならんのじゃないかみたいな話をされる時があるんですが、まあなんか弦楽器が好きな方だとソナスファベールのちょっと古いスピーカーとかがいいっていうお話があるんですが、そういう固有のなり方はしませんけど、まあ意外にちゃんと聞けますので、次回の動画はちょっとバイオリンの音とかで鳴らしてみたいと思います。今日は以上です。